千葉グアン・エスナイデル監督 J リーグは7日、J2 ジェフユナイテッド千葉、グアン・エスナイデル監督に対し、1試合のベンチ入り停止処分を決めた。11日の岐阜戦で適用される、と監督は、4日の水戸ホーリーホック戦で、主審、副審の判断に対する必要な抗議で退席処分を受けており、この日、規律委員会で処分が決定した。